安倍首領様在京期政権おめでとうございます。安倍首領様は日本国民の誇りです。日本国民のにとって神です。神神。安倍首領様在京期政権おめでとうございます。安倍首領様の政策はすべて成功しました。拉致問題はブルーバッジがあまねく日本中に普及しました。安倍首領様の北方領土問題は大成功で、プーチン首領様と親交を深められました。安倍首領様の経済政策は数々の統計のデタラメごまかしはありましたが大成功です。長期にわたる賃金の引き下げに耐える強い国民を作りました。一番に優れているのが安倍首領様のコロナ対策です。コロナウイルスに耐えられる強い国民になることができました。安倍晋三豚うんこ、お前漢字が読めず、それで首相ってやっぱり無理だったよな。安倍拉致問題、お前やってる感の政治って国民が怒っているぞ。安倍晋三、お前ほど嘘つきはいないわ。ふん。安倍、北方領土をプーチンに明け渡したな。恥ずかしくないか？安倍、お前の経済政策の失敗の責任どうするんだ。どうにもならん。野党に政権を渡せ。いいな。Oh,